車中のロゴって四角の枠があるんですけど、うん、家紋だからまあファミリーっていう意味です。造語にして LOND にしたんですけど、その LD にラブとライフとリュックスでお客様とスタッフにとって、与えられたらなっていう意味でロンドンにしました。ロゴから決めたんですよ、うん、なんかアップルみたいにリンゴのマーク見たらアップルだなって分かるように、そのロゴを見たらっていう風にしたかったん で、はい、でそしたらあこれカタカナのレとコだなってなって、ちょっと僕はちょっとないないっていうかないロイスっていう。ロイス、ロイスはこれどういう意味ですかこれ。ちょっと恥ずかしいんですけど、うんうんうん、ロールスロイスってあるじゃないですか。はい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 、はい、かっこいいな。次はですね、ビュートピアさんからの記事になります。はい、お店にとって大事なサロン名、家族や大好きなアーティストから影響された、美容師としてのアイデンティティの、ロゴデザインなどを考えたということで、リビオシさんにどのように店名を決めたのかというのを伺ったという記事になりますということですね。まあ、本当にまあ数あるだけサロン名の由来とか、まあ、ロゴのねポリシーとか多分あると思うんですけど、じゃちょっとそれぞれにお三方に聞いていきましょうか。なんか名前とどういった経緯で。ちょっと僕はちょっとないないっていうかないないっていうかちょっとその、はいはい、喋れない喋れないっていうかそんなあれですか。いやそんな適当につけたあるでしょあるでしょ、なんかしらあるでしょ。逆にみんな どうやってですか。そのノリと雰囲気とかじゃなくて、逆に名前何でしたっけ。名前チャロンの名前、ロイスっていう。ロイス、ロイスはこれどういう意味ですかこれ。いや本当にこれガチで言うと、うん、ガチで言うとガチで言うとちょっと恥ずかしいんですけど、うんうんうん、ロールスロイスってあるじゃないですか。はい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 、はい、かっこいいなロールスロイスかっこいいな。だから絶対言いたくなかったんですよこれロールスロイス内田さんとかの前でそういう話したくなかったロールスロイスかっこいいななんかやっぱ節々に金を匂わせる。なんでなんでやっぱロールスロイス最後乗りたいっていう意思表示ってですかこんなにシンプルなのに確か金の匂いすごいっすね。誰か誰俺ですかあの人でしょ絶対あのもう映してくださいよそんなあじゃあ割とパッと出てきて。そうです、もう直感。なんかある日じゃあロールスロイスかっこいいなロイスにしようですか従業員どういうつもりで働いてるんですかこれ従業員知ってるんですかこの事実。知らない誰も俺墓まで持ってこうと思ったのに喋らされましたこれ必ずね従業員見てほしいですね宮津さんはもうこれは宮津さんはねちょっと長くなっていいですか。いやいやお願いしますよ、はい、これは、まあ、僕の、ね、お店車中っていうんですけど、はい、あの日本史が僕大好き で、まあ、その中でもあの幕末の坂本龍馬がいた頃の話とか大好きで、うんで亀山社中っていう、うんまあ、日本で一番最初の会社って言われてるのが、坂本龍馬が建てたんですけども、あのまだ20代の坂本龍馬が命をかけて、みんなを笑顔にするためっていうのを思いを込めて建てたのがあの亀山社中で、僕もあの命がけでっていうか今じゃあんまないかもしれないですけど昔ってやっぱり僕大手にいたんですけど辞めるのってめちゃくちゃ不安で、なんか昔の歴史でいう脱藩に近いというか、うん、やっぱり辞めた後に僕ってなんかみんな敵になっちゃうのかなとか、うんうん嫌われちゃうのかなとか、うんまあ、僕の場合最初のオープニングスタッフ2人だったんで、うん、なんて言うんだろう大きいところにいてからすごい不安だけど命がけでやればなんとかなるさっていう気持ちと、なんかあのこれなんかロゴとか出せますかね。なんかあーね、あのロゴをちょっと出していただきたいんですけど、車中のロゴってあのロゴもちょっと僕考えたんですけど、あの四角の枠があるんですけど、うん、最初の家紋だからまあファミリーっていう意味です。確かに確かに。だからみんな車中のメンバー仲間、うん、家族って気持ちでだから車中ファミリーって言ったりするんですけど、うん、あれがまあその車中家っていう家紋があって、ね、で車中ってロゴがあって、であのハサミがこうやってあるんですけど、すね、昔は刀で、人と人を傷つけ合ってたけど、うん、今時代は変わって僕らはハサミを使って人を幸福にするっていう思いを込めて作ったロゴだからめっちゃ好きなんですよあのロゴの名前。なるほどね、これも剣国の後だともうなんかあれどんな顔で聞いてればいいですかもう帰りたくなりましたよね
で車中ね、めちゃくちゃいいいい話ですね、これね。かっこいい話、かっこいいですね。でも来年で10周年で、10年やったらロゴも古くなるかなと思って変えようかなって思ってたんですけど、見れば見るほど変えるとこがないっていうか、あのロゴで車中のとこシュッシュッってやったらいいんじゃないですか。それはなんか前者のちょっと奥は語らないですけど、はい、でもあのちょっとマニアックな話、ストロークスってバンドあるじゃないですか、はいはい、のロゴが僕大好きで、なるほど、ね、丸い、まあ、これちょっとマニアック好きなんですけど、光ってるロゴなんですけど、はい、バンドの、はい、なんかピカピカみたいなのを入れたいなって、僕の相方の森くんに言ったら、やめようって言われました、うん、やめましたちゃんと確かにね、髪とかね、そうなんですね。ロンドはどんな感じですか。僕も若干長くなんで、パパパパっていきますけど、本当は ROND ってロンド楽曲っていうクラシック楽曲の形式があるんですよ。でそれがなんかこう繰り返される旋律の中に違う旋律が混ざりながら奏でるみたいな意味があって、でまあその人間こう繰り返される人生の中にその違う異なる旋律が入っていくが、僕らロンドの美容室で一緒にこう人生を奏でられたらみたいな感じです。でロンドにしたんですけど、造語にして LOND にしたんですけど、その LD ラブとライフとリュックスで、お客様とスタッフに、まあ、ラブで愛と、でライフが人生をより豊かに、でリュックスが、まあまあ、いやそうです、豊かさをみたいな、そういったものをこうそのロンドっていう会社でお客様とスタッフにとって、与えられたらなっていう意味でロンドにしました。完璧ですね、ありがとうございます今日すごい気持ちいい なえ、レコさんは何、はい、レコはですね、もう完璧に造語なんですけど、はい、レコもあこれロゴ映してもらっていいんですけど、こう四角がなんかこうピュッてこう開いてるんですよ、はいはい、ピュッて開いてて、これはまあ空間の中にこう誰でもウェルカムだよっていうふうに扉が開いてるっていう意味なんですけど、それをこうロゴから決めたんですよ、うん、なんかアップルみたいにリンゴのマーク見たらアップルだなって分かるように、そのロゴを見たらレコだなっていう風にしたかったんで、でそしたらなんかあこれカタカナのレとコだなってなって、このマークがでレコっていう、へえ、あとは僕が音楽好きなレコードとかも兼ねて、まあ RECO じゃないんですけど LECO なんですけど、まあそれもやっぱちょっとひねってレコにしたっていうね。それどのぐらいの時間をかけて考えるんですか、それは。でも候補はいっぱいあったんですか。ありましたね、でも50個ぐらい考えましたね。マジで、すごい。そのぐらいだって最初の店名ですよ。俺はもう最初からもうドドドドンみたいな、車中いきなり降りてきた、亀山じゃないな、車中みたいな、なんか歴史のなんかいろいろ考えてたんですけど、なんか歴史からこう取ろうっていうのあったんだ。なんかそのフランス語とかいろいろ考えたけど、あ、この聞いたことあんなみたいな、うん、車中ってないなと思って、うん、でなんかあと車中って亀山車中って言ったらなんか歴史が好きな、うん、なんか友達には伝わるし、うん、まあ良かったです、今みたいなエピソードもできたし、うん、確かに。じゃあポンと出てきたんだ。そうですね、結構なんかそう夜そういうこと考えるの好きなんで、うん、なんかこうみたいな、うん、来たみたいな感じで、でもそのまま一気に家紋とかそういうハサミを入れたりとかがパン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 って決まって一瞬で決まりました。ケンゴ君も30秒ぐらいで決まった。やめてください、もう2秒ですね。2秒カットね、俺のところはロイスロイス2秒ロロスレ通って、あ、ロイス出して2秒ロイスのメンバーどういう顔で見てるんですか勘弁してくださいね。あ、面白い。そうですね、時点は考えていただいてね。そうですね、ちゃんと。あ、でも、恋署名を。もう店は作んないです、ね。恋署名もちょっと聞かせてください。せっかくだから。ダメダメダメ。文脈一緒。あ、文脈一緒だ。え、これ何から来てるんですか。一応言っていいですか。あ、お願いします。あの、グローバル。あ、グローバル。グローバル。大きいものを見たいなっていう世界があるじゃないですか。はい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 、の G がどっか行ったっていう。うん、ダメダメ、もうカットカット全部。なんかどっか行ったっ。なんかどっか行った。なんかローバ響きっす。はい。もう全カットで。でも色のはとかはありますよ。それ。あ、色ブランド名はあります。聞かせてください。聞かせてください。いいんですか、これ時間あります？メルカリみたいな感じ。メルカリじゃない、そのマスに受けるじゃないですよ。そうだよ。アホか。もうやめてください。いや、色のはだからそのカラーが好きなんで。はいはい、カラーが好きで、でまあ美容師さんのコミュニティがあったりするんで。うん、そこのこう色っていうのとカラーがかかっていて、うんうんうん、でその美容さんのコミュニティっていうので和っていう、こうコミュニティの 和があるじゃないですか、うん、なんでそんな渋いかもしれない聞く気ないじゃないですかね、もう
いやなんか深そうでなんかそうでもないような気がして。もうダメだ、次の話題で。